皆さん、新年明けましておめでとうございます。私、新田中マン、一発目の動画ということで、これからですね、福袋スーパーポテトさんのところでね、買いに行きたいと思っております。昨年は1万円でスーパーファミコンの完品が5本やったかな、なんか3万円、計3万円ぐらい買ったんですけども、今年もどうなのかなということで、まあ様子見がてらちょっと行っていきたいと思います。で、まあ開封できたらなーなんて思っておりますんで、それでは行ってきます。はい、どうも。そしたらですね、こちら買ってきました。お前、開封していきたいと思います。厳重にですね、梱包されておりますね。何せ5万円ですからね。何が入っているのやら、このプチプチをこうするっていうところがいいですよね。本来はないですから。昨年はなかったですからね、やっぱ。値段に比例してこういうプチプチがあるのでしょうか。こちらですね。コクと。見えますか？一本目からいきます。僕的に月風魔伝とかあのあたりが出てくれると嬉しいんですけどね。早速いきますよ。一本目。お、レッドアリーマ2ですね。これちょっと僕も欲しかったんですよね。レッドアリーマ2。はい。どうですかね。結構見た感じピシッとしてるんじゃないですか。箱の方も。いくら？ちょっとね、知識がなさすぎて、おそらくで僕の予想では8000円ぐらいするんではないかなと思うんですが、ちょっとスルガ調べでちょっと開けていきます。これね、ほんまね、厳重にしすぎなんですよ。厳重にしすぎて逆に傷つけてしまうというあるあるではないでしょうか。はい、言うてますけども、はい、レッドアリーマ2でも弟とよくゲームボーイでやりましたよね。レッドアリーマ結構ねピシッとしてるんですよ。まあ潰れはないかなっていう感じですかね。綺麗、綺麗ですよね。うん、もうこの箱開けるのがね、もう苦手。はい、あ、伝説の耳取れはないと。まあ当たり前ですよね。8000円、お前のね、耳取れあったらもうちょっと、ね、言うてますけど、耳取れなしと。割とビシッとしてんじゃないですか？中身。はいはいはい。中身割と、ちょっと待ってよ。中身、あ、これだいぶ綺麗じゃないですか、うん、ねえ。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗ですよね。あ、これは結構いいんじゃないですか？なんか、よくここに田中くんとか、イチローとかなんかありましたよね、うん、言えてますけど、ちゃんとトリセツもついて、あ、トリセツも結構ピシッとしてるんじゃないですか。割とほら、カップコン、ほらちゃんと入ってます。トリセツちょっと、これ見えます？ちゃんと見えます？あ、綺麗、結構綺麗ですね。これいいんじゃないですか。1本目、うん、1992年に発売されたんですかね。これ1本目良かったと。レッドアリーマ当たりっすね、はい、駿河屋調べでは一応箱節付きで7880円ですね。結構僕の読みいいとこなんじゃないですか。まあ言うておりますけど、はい、次いきましょう。2本目、じゃ月風まで出てくれたら上がるんですけどね。いきますよ、うん、なんすかこれこれ、何これ、ココロン？これはちょっと、もういくらかも、5000って言われたら5000だし、2000って言われたら2000ですね。夢の世界へ旅立ちだって書いてますね。でもむっちゃ綺麗ですよ、これ。むちゃくちゃ綺麗。綺麗ですね。めっちゃ綺麗。ちょっと調べてください。ご存知ない。ちょっと、記憶というか、これはないです。初めましてですね。これでも、これも8000円ぐらいないと、辻褄合わないですからね。骨折あり、クソ高いよ。え、ちょっと待って、え、なんぼ？なんぼ？
あ、9300円。はい、はい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 、いいんじゃないですか。すげー高いやん。高いね。人気だったってことですか。人気というか、まあ、あの希少価値が高いんですかね。その発売日は91年ですね。あ、91年。これだからそんなことも知らないのかとちょっと言われちゃうぐらいのあれなんですかね、もしかしたら。有名なのかも。有名なのどうですか。結構見えますこれ、ピシッと、うん、あ、ちょっとここ、まあ、汚れありますね、ついてますけど、まあでも全体的にね、うん、綺麗ですね。綺麗、綺麗。耳取れなし、伝説の耳取れなしと藤田さんなら可愛らしい、可愛らしいですね。あ、これハガキみたいなのがちゃんと、ハガキみたいなのがちゃんとあって、え、これは取説ないの。中身はすごい綺麗ですね。え、なんかいろいろ入ってる、なんか入って、あ、はい、ありました、ありました。すいません、ちょっと疑ってるわけじゃないですけど、ありました、ありました。 こういうなんかちょっと行ったことないですけど、アクションゲームなんですね。ココロン、アクションゲームなんですね。ファンタジックアクションゲーム、はい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 。これだからカセットも割とほらなんかちょっと黄ばんでる。いや、でも綺麗ですよね。うん、うん、すごい綺麗。心いいですね。っていう、はい、っていう2本目でした。続いてじゃあ3本目いきます。あ、うん、お、これは激レアやで。あ、これ悪魔城ドラキュラやん。んこれは何でしょう。これ汚れかな。うわ、でも綺麗ですよ。それ以外は綺麗。悪魔城ドラキュラ、うん、やばいですよこれ。僕の予想では1万円ぐらい、はい、説明書が綺麗だとそうですね。1万円ぐらい。11,300円。あ、やっぱ結構しますね。89年発売だって、うん、やっぱ汚れ、汚れっていうか、なんかシールの、うん、めっちゃ綺麗ですけどね。うん、ピシッとしてるけど、ちょっとこの汚れっていうか、なんかシール跡ですかね。見えます？うん、見えます。ついてますね。まあまあ、しゃあないですね。でもこれレアですよ。これはいいんじゃないですか。この開け方。開け方激ムズなんですよ。これほんまに。これやってしまったら終わりやから。確かにな。やばいったら終わりやな。うわー、やってしまいそうやわ。開けられません。すいません、これ開けられません。開けよう。耳取れそうやもん。怖い怖い。うわ、これいけるこれ。開けれる自信ないっす。怖い怖い。うわ。あ、いけそう。うわ、ちょっともうやばいね。これ開けられる自信がないっすね。開いた、開いた。開いた。最低やね。もう最低ですね。開け方も素人。怒られるでこんなもの。でも最初からやろ多分これ。運気ですね。うん。はい、で、もう説明書もまあついてると。うん。で、あ、ちゃんとコナミですね。うん。結構これ違ったりするんですよ。っていう情報です。はい。そうなんや。うん。違うあれが入ってる。物は綺麗ですね。うん。ね。めちゃめちゃ綺麗。めちゃめちゃ綺麗。へえ、めちゃめちゃ綺麗。うん。うん。めちゃめちゃ綺麗ですね。説明書も一応確認しておきましょうか。お、何これ？なんかついてる。これはいいんじゃないですか。よくわかんないですけど。なんかサインだよコメントは。なんかあ、でもなんかその当時の、うわ、頑張れ五右衛門ガイデンである。そう、私それをやったことある。これちゃんとしたやつですね。これは大事なんじゃないですか。うん、めちゃくちゃあの説明書綺麗ですね。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、ピシッとしてる。うん、これも新品といっても過言でもないです。うん、うん、言うておりますけど、やっぱ箱っすね。箱がちょっと悔やまれるというか。そうですね、はい、後半戦いきましょう。4本目いきます。そろそろ月風まで出てくれたらもう助かるんですけど。どうですか。お、
ダブルドラゴン3やん。ダブルドラゴンって言うんですかそれ。これえダブドラ知らない？3知らないっすね。あれむちゃくちゃ綺麗ですよ。むちゃくちゃ綺麗、ピシッとしてる、むちゃくちゃ綺麗。これやばいんじゃないですか。で新品といっても過言ではない綺麗です。ちょっと開けてみましょうか。ダブルドラゴン3箱説好きで何もですか。4,660円。でもあのあと3本って考えたら妥当なんですかね。これはでも綺麗ですよね。ピシッとしてる、うん、ね、ピシッとしてる。あ、これ来ましたね。うわめちゃめちゃ綺麗、見てください。もちろんないんですけど、耳取れなし、綺麗。トリセツなんかまあアンケートが入っていて、トリセツも綺麗ですね。トリセツも綺麗。あ、なんか漫画入ってますね。漫画入ってますね。はい、影も綺麗ですよ。ほら。うん。ね、もう新品じゃないですか。なんじゃないですか。これ新品かな、もしかしたら。っていう4本目でした。続きまして5本目。これ結構命運を握るんじゃないですか、うん、この5本目がどうなるかで。ん、あ、コントラよ。有名ですか。これ有名ですよ、コントラ。高い。これはね7000ぐらいじゃないですか。いや、わかんないです、わかんないですけど7000ぐらいじゃないですか多分。でももうちょっと、もうちょっといくんかな。結構ピシッとしてるんで、もしかしたらコントラでも高かったんじゃないかな。はい、あ、ちょっと待って、なんかこんなになってるよ。ちょっとショックですね。これ見えます？うん、はい、こんなになってます。ちょっとショック。安い、まあまあ、安いじゃん。でもコントラってすごいなんかやった思い出あるんですよね、ちょっとだけ。とりあえずだけなんですけど、うわ、これも、あ、こっちから行きますね。はいはい、耳取れなし、はい、耳取れなし。お、結構物自体はめちゃくちゃ綺麗。説明しよう。あ、なんかカード入ってるよ。このカードは何かあるの？え？カードなんかあるのかな、あるのかな。とにかく、いやでもこれもう開けないですけど、むちゃくちゃ綺麗。値段ビビりますよ、これ。え、マジですか。ちょっとどっちにビビります。ちょっとやめてください。ちょっとあの、え、ど、値段ビビるよ。ビビる。これ安すぎてビビるから。私の誕生日じゃないわ。え、ちょっと待ってください。これカードどうなんですか。このカードなんかナンバーあるし、見える。うん。なんかもしかしたら、これもしかし大切に交換しといてねって書いてある。あらら、書いてます、後ろに。あら、お前ナンバー書いてあるんで。なるほど、ね、これ説明書も、まあ、説明書もなんか、うん、割とっていうか綺麗ですね。うん、全然綺麗。なんか挟まってます。裏技って書いてます、ね、裏技あったかな。記憶がないですね。大義理いるな、大義理。値段聞きます。ちょっと教えてください。僕の予想はまあ7000ぐらいかな。7000円、はいはい、今日1出ました。今日1出ました。ちょっと待ってください、準備します。はい、はい、なんと、はい、23,500 円です。ほんまに言ってる。はい、強すんの。これ23,000もすんの、ほんまに。はい、マジ、え、これですよね。これ今日1出ましたね。すごいっすね。クソ高い。クソ高いやん。これ。もう元取れたんじゃないですか、うん、これ。取れた。23,000っすか。気持ち的に最後に引きたかったっすね。そうやな。この後ちょっと。絶対次しょぼいやつ。しょぼい可能性あるんで。コントラでも、横スクロールやりましたよね。忍者龍剣伝とかよくやりましたよ。っていう、まあ、5本目、コントラ、大当たりです。はい。はい、それではラストいきますね。はい、お願いします。マリオ来た。マリオ、これでもほんまに最後ですか。マリオブラザーズ3、
もう名作中の名作もう安そう、この世代全員やったんじゃないかと思われるほどのゲームですよね。確かにこれ面白い、非常に面白いゲームです。確かによくやったなこれ。笛とか使ってね、どん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 あの8面かなんか奥までいけるんですよね、うん、これなんかもう帳尻合わせの一本みたいな感じで、ね、もう3000じゃないですか、いいとこ正解ですね。もう3000しないぐらいっす。うん、これピシッとして綺麗ですね。うん、ちょっと中身ちょっと開けてみましょうか。開けます。はい、一応見ましょう。懐かしいなこれは。懐かしい。あ、なんか結構こんな黄色かった、すごい黄色かったんですね。こんなに黄色かったっけ。黄色だったでしょ。あ、でもむちゃくちゃ綺麗ですね。うん、状態は綺麗、ね、うん、友達んちになったのあのマリオブラザーズ3ってなんかもうここハゲててここになんかもうむちゃくちゃシール貼ってるとか、ここに、うん、高倉とかなんか名前書いてたそのイメージしかない。そのイメージしかないでしょ、うん、あ、でも綺麗ですね。やっぱり綺麗なやつ選んでくれてるんですね、うん、ちゃんとしたやつですね。ちゃんとしたやつですわ。うん、説明書初めて見ましたけどね。うん、かわいい、あったんすね、説明書あるでしょそれあったんすね、初めて見ました。綺麗、うん、割と綺麗、綺麗綺麗っていう6本、え、1234566本ですねっていう6本でしたね。はい、はい、結果からしたらプラスなんでね。コントラでかかったんじゃないですか。7000なんか言ってすいません、あのコントラとあの悪魔城伝説、うん、この2本結構良かったんじゃないですか、うんうん、あとあの全然無知ですいません、ココの可愛いってことで良かったと思います、はい、うん、まあまあまあ定番も入った手に入ったんで、まあ、これでちょっと遊んでいこうかなと思う。また次の開封動画でやりましょう、うん、バイ。